じゃあ次はちょっと自分の曲をやろうかなと思います。うさぎと亀という多分童話をご存知かと思うんですが、知ってますか？あの本屋さんにも多分あると思うんですけど、あのもしちょっと分からなかったら、あの2冊まで持ち込めるんで、あの読んでください。でそのうさぎと亀のうさぎがなんか途中でなんか諦めてその場でなんか寝て亀に負けちゃうっていう話じゃないですか。でどうしてうさぎはそこで立ち止まってしまったんだろうと思ってちょっと作った曲です。聴いてください。うさぎ、僕は早く早く走るよ、誰よりも遠く遠く、靴も履かずに丘を目指すのは、そこに君がいるから。この道もなくなって、 帰る場所もこの街の面影も全部全部変わり果てたって、 君と僕はこのままで。月明かりの下ね、君はどんな夢を見てるんだい。月明かりの下、僕の夢は君の夢じゃなかった。誰かが僕を追い越して、いつか君の夢になったとして、全部全部変わり果てたって、ここで目を閉じてよ。月明かりの下ね、君は僕がのんきに見えるかい。月明かりの下、僕は君で君は僕じゃなかった。月明かりの下ね、君はどんな空を見てるんだい。月明かりの下、僕は君で君は僕じゃなかった。僕は早く早く走るよ、誰よりも遠く遠く、靴も履かずに空を見上げるのは、ここに君がいたから。ここに君がいたから。ありがとうございます。